おはようございます。小中高年の味方、政治です。今日はですね、また、特にこの九州限定の中、九州限定の永谷園のお味噌汁ですかね。これを取り寄せましたので、こちらを紹介します。こちらはですね、早速、私が飲んでみたいと思います。まあ、この他にもちょっとありますのでですね、ちょっと紹介します。まず、これがちょっと時間かかりますから、準備しながらですね、しますので、この九州限定ですからね、九州限定っていうところが、ちょっと、やはり味噌ですからね。ですね、作り方はここに書いてあります。これがですね、すいません。種類がですね、ありました。種類が、味噌汁もですね、関味の味噌汁。で、明太の味噌汁と、宮崎地頭粉ですね。地頭粉の味噌汁で九州限定ので3種類あります。今回はですね、関味のをですね、まずしてみたいと思います。こちらちょっと作り寄ってみます。あともちょっと見せてください。あとの種類を出してください。あと、あとですね、さっきのが、さっきのが同じこの種類ですね。これと、これは永谷園ですね。これはですね、確か東京、九州限定だと思ったんですけど、これは東京エクス茶漬けですね。すいません、こっちは東京限定になってますね。東京のみみたいですね。これがですね、種類が、小松菜茶漬けですかね。同じ種類ですかね。これは東京限定。それと、東京 X っていうのがお茶漬けが、これ4袋と2袋入ってますね。これも楽しみですね。それと、あとですね、これは博多屋台風ですから、これは九州限定ですね。これが、こう見ますと九州限定、書いてあります。焼肉、ラーメン、からし明太、味付きの豚骨風ですね。これは焼きラーメン。それとですね、同じく焼きラーメン。これも一緒でした。これとですね、あと、他にですね、これが入ってました。これが、飛騨牛カレーですね。カレーが2つ。これのセットですね。だからセットは、お茶漬けに、味噌汁に、焼きラーメンに、飛騨牛カレーですね。これだけ入っております。まあ、結構いろいろ楽しめますから楽しみです。じゃあ、早速ですけど、さっきの味噌汁が、湯気がいい湯気ですね。ちょっと味を見てみますね。これは関味だったですね。早速ちょっと飲んでみますね。はい。言葉出ないぐらい美味しかったです。これはもういろいろ、楽しめますからですね。これをゆっくりですね、楽しんで、これだけありますから、いろいろ楽しんで、食べてみたいと思います。ちょっとすみません。手に持ちきらないですけど、こういう感じですね。そういう紹介でした。じゃあ、これで失礼します。